国際連合大学、国際連合大学、国際連合大学は、東京都渋谷区に本部を置く、国際連合、国連の自治機関。通称は、国連大学であり、英語の略称は UN、UNU、UN University。国連及びその加盟国が関心を寄せる、緊急性の高い地球規模課題の解決に取り組むため、共同研究、教育、情報の普及、 政策提言を通じて寄与することを使命としている。国連システム及び国連加盟国のシンクタンクとしての機能を持つ。なお、大学という名称であるものの、日本国の学校教育法第一条に規定する大学ではない。ただし、大学院の研究家に相当する機能も持っており、大学院、大学院大学に準ずるものとして扱われている。 学校教育法施行規則第156条第4号など。なお、国連機関の大学院大学としては、コスタリカに平和大学がある。1975年、昭和50年により活動を開始した、国連の自治機関である。本部所在地は、東京都渋谷区神宮前5丁目53の70である。国連大学は日本に本部を置く、唯一の国連機関であり。 国連の日本における拠点ともなっており、国連専門機関の日本事務所や国連広報センターがあり、校内では不可侵権が認められている。世界の研究者の共同体を目指し、大学院以上の水準の共同研究や発表などを行い、また、その学術的成果を国連の活動に役立てようとしている。また、開発途上国の人材育成に力を入れている。 世界各地に15の研究所、研究センターを持つ。2009年、平成21年12月に、国連総会決議で、国際連合大学検証が改正され、修士及び、博士の学位が授与できることが明記された。それ以前は、大学を生しながら短期コース以外の学生はおらず、学位を受けることができなかった。学位授与開始に対応するため2010年、 平成22年7月に学校教育法施行規則や大学院設置基準、専門職大学院設置基準が一部改正され、日本の大学院と同等の教育課程とみなされることとなった。これを受け、国連大学は世界各国に展開している研究所を母体に各専門分野に応じた研究科を開設していく予定である。東京本部においては、 国連大学サステイナビリティと平和研究所 UNUISP が2010年平成22年9月大学院サステイナビリティと平和研究科修士課程を設置し修士サステイナビリティ開発平和学の学位授与を開始した学生の半数以上が外国人特にアフリカなど途上国出身者で第一期修了生3名の出身はカンボジア ネパール、ギニアビサウの参加国であった。海外留学生と共同プログラムに所属する日本人学生の交流の場も提供する。また2012年、平成24年9月より大学院サステイナビリティと平和研究科士課程を開講。その他、国連大学では様々なプロジェクトや研究が進められているほか、短期集中講座やグローバルセミナーなど、 一般にも公開される多くの講座やセミナーも開かれている。なお、2003年、平成15年12月に、青山学院大学と国連大学は一般協定を調印した。学際的研究、高度の研修及び知識の普及を通じ、両大学の包括的な協力を目指す。1969年に、当時の国際連合事務総長タントが構想を、 提案し、開発途上国を中心に指示を受けて、1973年、国際連合大学憲章が、国際連合総会で採択されて設立された。国際機関としての設立に向け、国連やユネスコによる、国連大学設立可能性に関する研究、調査に行応して、ユネスコ国内委員会や、文部省においても、国連大学の構想を研究。 提案が行われ、その設立に向けた積極的な協力が行われた。国連に多く分担金を納入している。日本政府が国際都市としての東京の機能を強化するために国際機関の本部を有したかったことが設立を実現させたと言われている。日本政府は設立に際して国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う 特別措置法を制定し、日本の存在感と国連大学の重要性をアピールしている。また、資金的な負担から設置に抵抗のあった他の国際連合加盟国とは対照的に資金的にも強力な投入を行っている。現在国連大学が立つ場所は、青山通り沿いに隣接する子供の城やオーバルビルなどとともに、かつては都電の青山車庫であった。 都電廃止後には一時期飛ばすの車庫として利用された後、現在の姿となった国連大学の学術活動は、研究及び訓練にかかる施設、プログラムともに、グローバルな体制で展開されている。本部施設、国連大学本部ビルは、東京都により、無償で貸与された土地に、日本政府の予算で建設されたもので、1992年、平成4年6月に完成。 設計は単下建造によるものである。国連大学校内では不可侵権が認められている一方、土地及び建物の日本国内法における管轄については、建物が文部科学省の管轄であり、土地が東京都の管轄である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。